はい、今日はですね、トレーラーと車両の方の連結方法について、お伝えしたいと思います。よく街中でね、車でこういったボートやキャンピングトレーラーなどを引っ張ってる車をよく見かけると思いますが、まあ、じゃあどうやってね、車と連結してるのかっていうのを説明していきたいと思います。まずですね、必要となるのがこのような車両につけるこのヒッチメンバーという、専用のパーツになります。まあ、有名どこで言うとこのサントレックスさんのが結構有名なんですが、まあいろいろメーカーはありまして、まあ安いものからお高いものまでいろいろあります。まずね、このヒッチメンバーっていうのがないと、連結することは不可能なので、まずはこっちを車両に取り付ける必要があります。車によって合う合わないがありますんで、専用のですね、ヒッチメンバーがだいたいこう出てると思うので、それを探す必要があります。無理やりねつけたりして外れたりするとね、事故の原因になりますんで、そこはですね、絶対妥協しないように専用のものを取り付けるようにしてください。この丸いボールの部分ですね、こちらに、トレーラーの方のこのカプラーっていうんですけど、こっちの方をここにカポッとはめます。あ、それと編集がちょっとねめんどくさいので、ナンバーの方はこのガムテープで隠させていただきます。あと車両までちょいめっちゃ雪が降ってね、その後なんでかなり汚れてますよね、ご了承ください。このボールのサイズもですね、何インチ、2インチだったかな、まあいろいろありますので合うものをつけた方がいいと思います。はい、早速、こちらを装着していきたいと思います。これを上げることによってフリーの状態になるんで、このままカポッと入れてあげればいいです。ここに直接入れます。してこの部分を倒してあげるとロックになります。で、さっきのこれなんですが、これはまあ、要するに鍵みたいな感じのやつで、この状態だけですと、まあ、走行中の振動などで、こう、不意にね、ポンッと上がる場合が、もしかしたらあると思うんですよ。で、その時にね、上がるともうフリー状態なんで、浮くんですよね。で、その上がるのを防止するために、この棒をここの穴に入れてやります。入れて、でここ鍵になってるんで、鍵を閉めると、ここもうロックになるんで、浮き上がるというのを防止できることができます。で、これなんですがね、浮き上がり防止だけでなく、車両とトレーラーを切り離してる際、まあ、自宅について保管する際とかですね、倒してロックをしている状態だと、つまりロックが効いてるんで、盗難防止にもなります。この部分がカポって倒してロックしてると、はまることはないので、盗難防止になります。で、この鍵がないと、もちろん開けられないので、そういった、使い方もできます。で、今、連結だけで言うと完了なんですが、もしね、万が一ね、まあ何か外れた時の場合、外れる時も、まああるかもしれない。ということで、二重ロックという意味を込めて、このチェーンがあります。で、このチェーンなんですが、交差させるように、右から行ったら、左に止める。穴があるんでね。で、今度は左から行ったなら、右に止める。で、今、こう、交差してる状態ですね。で、まあ、これがあればですね、どうなるのかっていうと、まあ、万が一外れたとしても、チェーンだけで
チェーンでここつながってるんで、まあその切り離れることはないと。まあ二重ロックという意味ですね。であと、トレーラーにもですね、このようにサイドランプだったり、後ろのブレーキとかウィンカーですね、灯火類があります。でその灯火類をじゃあどうするのかっていうと、この、何だったっけな、ちょっとど忘れした、まあ、こういうソケットがあるので、これをですね、ここ専用の穴に入れてやると後ろの灯火類がつくようになります。でこれで、牽引の準備は OK です。ね、簡単でしょ。はい、ということでね、このように、慣れるとですね、もう1分あれば、1分、うん、まあ2分くらいあればパッパッパーっとできちゃうんで、意外とね簡単です。でまあ外す場合もですね、まあ今のと逆ですね、逆というかまあ容量は一緒です。つなげたのを外していけばいいので、まああの今からトレーラブルボートをされる方の、参考になったらなと思います。まあやり方はですね、人それぞれ、まあやり方手順は違うと思いますんで、まあ参考までに、ご覧いただけたらなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。他に、釣りなど動画上げてますので、そちらの方もよかったらご視聴よろしくお願いします。さよなら。